やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと。今日は、魚座さんの2022年前半の運勢と気をつけることを占いたいと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしてます。ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄とツイッターでに書いてあって、で、ツイッターでのみ受付状況をアナウンスしてます。何月何日何時から受付するよとか。今は休止中だよとか、そういう情報がツイッターだけでアナウンスしているので、よくご覧になってお申し込みください。アカウントなくても見れます。はい。で、回転寿司占い講座1月末日まで締め切りが伸びました。自分のまだ知らない性質とか資質とか適職とか、あと家族とかね、親戚友人、あらゆる人間関係の対処方法とか、この人なんでこういうこと言うのかしらとか、相性とか、そういうのがいろいろ分かって人生が変わると思いますよ。はい、こちらも動画概要欄からになります。はい、では占っていきますね、魚座さん。はい、使うカードはマジカルフェアリーオラクルカードとユニコーンオラクルカードを使います。いつもさ、カバラス秘術の運命数ごとの運勢やってるでしょ。だけど回転寿司占い講座と内容が被っちゃうので、今回なんかお試しで星座別の運勢やってみようと思って、はい、やってみたので、どっちがいいかしらね。運命数ベストどっちが良いかしら。よし、じゃあカードを選んでいくよ。はい。では、魚座さんカードを広げていきますね。はい。私の鑑定は個人鑑定も、いつでもこういう時も、上げ鑑定なしでございますので、見たまんまに言いますね。なんかさ、星座によっては結構悪いカードが出たりして、でも、もし悪いカードが出ても落ち込まないってね、注意点としくて見れば良いか、対策をすれば大丈夫だから。はい、星、いいね。はい、ズバッと出ました。なんかこっち全体的に紫色チックだね。まず、カードから行こうかな。カードの、キーカードが星のカードなので、基本的にとてもいいと思いますよ。2022年前半、魚座さん。星のカードってさ、目標とか憧れ、期待、希望がこう高いところにあるじゃない。それに向かってこう努力して、それを掴み取る。ことができる。うん。だから、願いが叶う、希望が叶う。そういう、とてもね、明るい、期待に胸膨らむ、希望に満ち溢れるカードね。うん。とても良いと思う。で、真ん中にマジシャンのカードがあるから、なんか、アイデアとか、創造性とか、何か作り出す。そういう能力、力がもりもり湧いてきたり、なんか、楽しいアイデアとか、素晴らしいアイデア、創造性がすごい発揮できると思う。いいよね。ここは素晴らしいんだけど、若干メンタルが不安定になるかな。うん、お金の流れ、気持ちの流れに出るけど、まあ多分なんかストレスが溜まるとか、なんか接戦の逆って気持ちにさざ波が立っちゃうとか、こう自分のね、気持ちに制御できないみたいな、そんな感じなのよ。なので、そうな、なんか希望に満ち溢れてるのは基本なんだけど、若干こう、打たれ弱くなったり、ストレスに敏感になっちゃったり、それでこう、気持ちがざわざわして、あ、なんかこう、落ち着かないわ、みたいな。ちょっと気分が落ち込んじゃったりとか、そういうことはあるかもしれない。あと、タワーのカードも出てるので、トラブル、アクシデントに注意ですね。トラブル、アクシデント、何が考えられるかというと、例えば、健康で言うと、どのくらいのレベルかというと、急な入院とか、怪我を、突然のね、怪我するとかね、骨折とか。あと、コロナにかかる時もなんか芸能人がかかる前にタワーのカードが出たりする。なので、なんかね、そうね、急病とか、急な怪我とか、肉体で言うと。あとは仕事で言うと、うん、仕事上のトラブルとか、アクシデント。うん、なんか仕事が急にうまくいかなくなるとか、家庭内で喧嘩とかね。お友達と喧嘩しちゃうとか。まあ、トラブル、アクシデント全般ね。個人鑑定じゃないので、ちょっと幅広くぼんやりした感じになっちゃうけど。うん。なんか一応、心の奥に
そっととどめ、とどめっていうか、なんとなく覚えておいてください。なんかこれね、トラブルアクシデントが起きるかも、それで、なんか怖いっていうので、なんか人生全部がさ、それだけ気になっちゃうと、もうさ、楽しくないじゃない。ね、せっかくいい運勢だって出てるのにさ、それ、これだけでいっぱいいっぱいならないでね。なんとなく注意してればいいから。で、対策注意点、戦車。そうだなぁ、対策、かな？運勢良さそうなので、積極的にポジティブに進んでっていいと思いますよ。関わってる人に積極的にこう、アタックするっていうか、関わるとかね。うん、自分から積極的に関わっていくとか、自分から話しかけるとか、自分から話を持ちかけるとか、積極的にこう、行動を起こして、アクションを起こして、みたいなのはもうどんどんしちゃっていいと思う。ただこの、タワーのカード、アクシデントが注意点として出てるので、まあ暴走はしない方がいいかな。そう、この自制心みたいなのも若干失われてるので、気持ちが先走りすぎないように。運勢いいんだけど、自分が一番正しいとか、もう自分みたいになってね、自制心効かない。で、暴走しちゃうみたいな感じになるとアクシデントの元なので、まあ、程よい加減の戦車加減っていうの、程よい、ポジティブさ、積極性ね。そう。そのくらいで進んでください。程よいって難しいかもしれないけどね。ちょっと抽象的になっちゃうかもしれないけど。そして、ウィンターとハード&グッバイ。冬か。今すでに冬なんだけどな。この冬に願いが叶うやつよ。ね。今まさに冬なんだけどね。綺麗な枝ね、ウィンター。あなたの、祈りとアファメーションは冬になったら完全に現実になるからねって言ってるカード。今冬だな。冬が完了の時期って言ってんの。このカードはあなたの望みとかね、目指してるものが冬の間に現実になるよっていうことを表してます。あ、でも星のカードが出たからこの冬でいいのかもね。だからこの1月、2月、まあ3月中頃まで寒い間になんか、叶うかも。だから、願いはなんか、もうすぐ、目の前に叶うよって、直前まで来てるよって言ってるかもね。なんか、動物とか鳥が冬に向けてこう、計画したり、冬眠したりね、なんかするじゃない。なので、予感とか直感のガイダンスに従って、ゴールに向けた取り組みを今はしてねって言ってます。どうしよう、魚座さん、これ一番最後なんだけど、アップするのが。これ、アップするまでに冬が、どんどん冬の終わりが近づいちゃうなと思って急がないとこれアップするのに。そっか、冬がキーワードね。あとね、寒さ、涼しいところとか寒さとか。そうだな、冬。あとハロー&グッバイ、こんにちはとさようなら、出会いと別れみたいな、出会いと別れ、うん、これは今変化の時です。で、この変化が物事を好転させてくれるっていうことに間もなく気づくよっていうカードです。ね、人がいっぱい出てくるカードでしょ、これ。これ聞くとね、あなたは今、こう、目まぐるしい変化の中で、どうしよう、なんか今、目まぐるしく変わってて、わちゃわちゃしてる、どうしようっていう、なんかどうしたらいいかわかんないっていう、感じてる時にね、出たりしますね。だけど、この変化が終わるまでは安全に守られてるし、古いものに別れを告げて、新しいものにこの出会うっていうこの変化の時、これは誰でもこう、いつでも味わうよね。いろんな場面であるよね、変化。大きいの、大なり、小なり。で、別れを告げるのは寂しくて辛いし、なんか、いい変化だとしても未来がね、こう、未来とか、こう、変わっていくっていうのは、怖いじゃない、人間。変わらないのが一番怖くないのよ。当たり前だけど、変わるっていうのは人間怖いので不安になることもあるかもしれない。でもこのカードはこういうね、なんかいっぱい大勢の新しい人々との出会いもあるし、あとは古くからのね、あなたをこう見守ってくれてる家族とか友人とか、うん、大事にしてくれてる人々、なんかそういう人たちにと常に一緒に共にいるわよあなたは、みたいな感じ。昔からの見守ってくれる人もだし、今から出会う人々もだし、みんなあなたと出会うことでこうお互い素晴らしいことが起きるし、うん、恐れないでって言ってますね。あと変化の時にはこう、
さようならも必要なのよ、グッバイも。あなたに合わなくなったものを手放すことも必要だし、そういうことができる。過去に別れを告げると、なんかまた新しいものが入ってくるからね。でも別れを告げたとしても、なんか学んだ愛情とか教訓とかそういうなんか形じゃないものっていうのは永遠にあなたの胸の中で生き続けるし、宝物だから大丈夫。なのでなんかね、これから出会う人々とか場所とか出来事とか、そういうポジティブな変化、出会い、そういうを、それをなんかね、怖がらずに、面白がって受け入れてね。どうした？珍しい。血出た。血出た。うん、わかった。後で大丈夫。大丈夫よ。大丈夫。今お風呂入って洗えば大丈夫だから。待ってて。大丈夫。もうお仕事中だからちょっと待ってて。うん。すぐ行くから。すぐ終わるからもう。うん、貼ってあげる後で。大丈夫。ティッシュで拭いといて。ティッシュで拭いといて。うん、大丈夫。押さえてて。押さえれば止まるから。すいません。珍しいなと思って、いつもさ、プーチンが入ってくるじゃん。ティラミスが入ってきたと思って。足から血が出たって言って。怪我じゃないんだよ。なんか足に湿疹があって、痒くてかきすぎて血が出たみたい。ごめんね。うん、大丈夫。ということで、なんか、そうね。魚座さんはね、基本、明るいよ。明るい変化とか、明るい変化のさなかにいて、若干今、でもビビってるかもしれないけど、この変化怖い、どうなるの、どうなるのって思ってるかもしれないけど、この冬の間、1月、2月、寒い間に、願いは叶うと思う。ただ、情緒不安定とか、こう、自分の気持ちがコントロールできないとか、それによるなんかね、アクシデントトラブルとかは注意してくださいね。結構こう、激動な感じがするね。この2022年前半の、特にこの寒い間に、わーって変わると思う。なんか、すごい変化が来た！でも、怖がらなくて大丈夫よ。怖がらずに受け入れてください。すいません、なんか、娘の長い邪魔が入っちゃってごめんね。うん。珍しいお客さんだったわ。はい。ということで、応援してます。頑張ってくださいね。じゃんけん行きましょう。たまーきじゃんけん。じゃんけんぽい。チョキなので、グーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイありがとうございます。